そう。うんうん。うんうん、まあ、友達申請してきた僕が久しぶりですねって言ったりとかしてちょっと交流が始まったんですよ。へぇー、勝てるかってどうもあったわ、勝てるって復讐したのじゃないですか。話を別にはエビのレッドホットカレー、そう、うん、あでもアスレチックスって球団が知らなかった渋谷のバックショットなんて僕合流しますよぐらい言ってないとで帰ってきたらなんか思わせには仕事で行かせてるから育てる仕事ができないから一番の休日ずっと休日ないですから、USB ポートっていいの？そう、これいいなと思って。つけないです。つけないでしょ。ワンポートで1500円だね。ロイヤルパーツとか、ね、マルチプレイヤーなんですけど、比較的、純正のオイルとステッカーとか、一緒らしいですよ、ね。ただ、正直で僕には分からない。うまい。あのね、不思議なカレー、あの他の食べてるでしょ、だからすごい分かんだけど、あ、カメラさんの味だよっていう、濃いでしょ、うん、濃いのと甘辛、はい、うん、甘辛なんですよ、うん、これ、ああなるほど、オリジナルで全部自分でっていうのはすごい分からない。階段をね、登ってくインドネシア料理がある、インドネシアラヤでしょ、それそうかな、有名でしょ、うん、もうなくなっちゃったんですよ。あ、嘘、あの大きなお面があるとこ、そう、うん、何ですか、入り口にもう階段登ってくる、下町だからあんまり驚かないんですよ、そういうの、まあまあ、うん、おーよし、よし、これカレーの、はい、はい、はい、ルーマンの本物です、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ごめんなさい、落ちちゃったんで今からまた作ります、面白い、面白いでしょ、餃子焼き合わせ、いい話、いい話、3000枚でしょ、今もっとね、いいとこあるからちょっときついかもしれない、そう、今ほら、赤沢温泉とかぼちぼちと、ぼちぼちと帰らない、いやいやいや、逆に逆にすいません、長居しちゃって。